な、おえちゃんだって別にさ、片っ端から言ってるわけじゃないでしょ。は <laughs> 6人言ってそう。<laughs> まあまあ言ってんな。え <laughs> でも、おえちゃんぐらい人気あったら、6人どころ騒ぎじゃないよ。本当に、本当は。我慢して6人だと思うよ。多分視聴者1万人いたら地球上の女全員抱けるぐらい女モてるよ。マジで。本当に。もう一生女に困らないぐらいの女の子にモテてるはずだよ。 バレてるのが6人。じゃあ、でも、視聴者の女に手出したのって、ゴキブリ1匹いたら、あのー、100人いると思えっていうこと。だから、600人は言ってる。600人は言ってる。6人言ってるとか600人は言ってる。いや、それぐらい錯覚するぐらい女の子が言ってくる。潜在的な視聴者って10倍いるから。本当に。 だから勘違いしちゃうんだよな。俺はだから年取ってから、なんかこうやって人前に出るようになって、まあ幸せだったなって思うわ。<laughs> でも当時から俺、なんかそ自分を低く見積もってなかったから、俺は、あのー、テレビに出てる女優とエッチしたいと思ってたから、マジで。俺山田さんにも言ったけど。俺芸能人行きたいんすよねって言ってたから。で、結局高望みしすぎて、あの、抱けずじまいで俺は結婚したけど、 大久保かよことか、大地魔王くらいなら今のお前のマあチちなだからあのさ、あのー、二人とも好きだけど、もうちょっと若い子に例えてほしい俺。<laughs> できればね。ちょっと本気の失礼になる。大地魔王だったらいけるだろうって、ちょっとなんか冗談ではあんま言えない。なぜその二人が出てたのかちょっとわかんないんだよね。五六十の女性にあんまりそういう例え使わなくない 冗談だとしても。もうちょっとさ、若い女だったら言われた方もまあ、そういうふうに、そういう男いるようになっただけど、なかなかいけん、そこは。お前広瀬アリスと斎藤アスカが好きなの好き、綺麗。で、その二人、好きじゃないやつってこの世に存在するの広瀬アリスと斎藤アスカに同時に誘われたどっち行く絶対両方行く。どんな手を使ってでも。 9時11時、ま、あでも広瀬アリスは、の方がちょっと年上だろう。だ、た、身持ち硬そうだから、ワンチャンないから、9時11時で広瀬アリスと遊んだ後に、11時15分、1時15分でサイトアスカ。絶対そういうプランニングをする。そんなもう決めらんない。失礼。女に。 移動はシビアだよ。近場だよね。白石舞か西野七瀬だったら、ごめん俺、俺、両方ちょっとちゃんと顔が浮かばないけど、両方行く決まってんだろうな。大体行くよ。10になるか20になるかなんとかするよ。分刻みのスケジュールで。大人がみんなそうだろ。お前ら浮気とかすると叩いてくるけど、絶対お前らもするから。そういうシチュエーションになったら100%するから。<laughs> 橋本さんだとマヤミキならどっち行くマヤミキ。理由は話が面白そうだから。なんかモノマネしたく、マヤミキのモノマネ一時期練習したからさ。お前らさーあの、それをやっぱクオリティ高めたいから。そこは仕事を優先する俺。女よりさすがに仕事の方が上にあるから。マヤミキのモノマネする人好きだから。